イバン・ミューラーイバン・ミューラーは、フランスのカーレースドライバー。アルザス地方をランケン、スイス国境にほど近いアルドキルシュにて生を受けた。初期のレースキャリアにおいて、1992年にイギリス F2 選手権でチャンピオンを獲得したほか、ヨーロッパ F3000 選手権においても数々の優勝を収めている。1994年に FIA ツーリングカー。 ワールドカップに出場したのを皮切りに、以後はツーリングカーを主な活躍の場とするようになり、1995年にはフランススーパーツーリング選手権で BMW を買ってチャンピオンを獲得。翌年はイタリアスーパーツーリズム選手権、翌々年はドイツスーパーツーリング選手権と各国の国内ツーリングカー選手権を渡り歩き、 1998年からイギリスツーリングカー選手権に参戦を始めた。初年度の1998年は、それまでのイタリア、ドイツの各ツーリングカー選手権と同じくアウリを買って参戦し、ランキング7位でシーズンを終えた。翌1999年はボックスホールを借り、初優勝を挙げた。ボックスホールとの関係は、 BTCC を去る2005年まで続くこととなる。2001年に同選手権においてレギュレーション改正があり、これがボックスホールに有利に働いたこともあり、2003年には同選手権でチャンピオンとなり、それ以外の年も2001年、2002年、2004年、2005年と、いずれの年もランキングにを得た。2005年11月12日、翌年生後から、 世界ツーリングカー選手権に参戦することを公表した。5月にブランズハッチで行われた第3ラウンド第1レースで、早くも同選手権における自身初優勝を記録している。なお、イヴァンの参戦により、この年の WTCC は前年以前から参戦しているヨルグ・ミューラー、ディルク・ミューラーのドイツ人コンビに加えて3人目のミューラーを抱えることとなった。 この三者のいずれも親戚関係などは存在しない。2007年2008年も引き続き、セアトから WTCC に参戦。2008年には初の WTCC シリーズチャンピオンを獲得した。2009年を最後にセアトを離れ、2010年はシボレーから参戦。同年と翌年にアンディプリオールに続くチャンピオン連覇を果たす。しかし2012年を最後に、 シボレがワークス撤退し、2013年はワークス支援を失った RML から引き続き参戦。カスタマー体制にはなったが、ミュラーの強さは衰えずこの年、WTCC 最多となる4度目のチャンピオンを獲得した。2014年からは新規参戦のシトロエンへ移籍。しかしこの年から初のフル参戦となったチームメイトのホセマリア・ロッペスは、 圧倒的な強さで10勝を挙げるも、自身は4勝に止まり、ロペスに126ポイント差をつけられ、ランキング2位となる。2015年2016年も、同様にロペスにかなわず、ランキング2位となり、5度目のチャンピオン獲得は、かなわなかった。2017年は、ボルボのワークスポールスターシアンレーシングの、開発ドライバー兼アドバイザーに就任。 当初レース参戦はなかったが、最終戦カタールで、チームメイトセット、病区のサポートとマニュファクチャラータイトル獲得のために、スケットとして、ネストールジロラミに代わり1年ぶりに、実戦復帰を果たした。2018年は WTCC に代わり、新設された WTCR に自身が代表を務める、M レーシングイマからヒュンダイアイ30、NTCR を買って参戦。 同じマシンで参戦するガブリエル・タルキーニとチャンピオン争いを繰り広げるもわずか3ポイント届かずランキング2となった。しかしチーム選手権では BRC レーシングチームを3ポイント上回りチームズチャンピオンを獲得した。2019年はボルボのワークスチームでありリンク &CO とタッグを組むシアンレーシングから参戦。4勝を挙げ前年同様に チャンピオン争いを繰り広げるが、最終戦マレーシアでは苦戦を強いられ前年を下回るランキング3位となる。2020年も同チームから参戦。この年はチームメイトで、老いのヤンアーチャーのチャンピオン獲得に向けサポート役に適したが、最終戦のレース1で勝利し、チャンピオンを獲得したアーチャーに次ぐランキング2位となった。基本的に主なキャリアは、 サーキットレースの分野で積んでいるが、並行して、ラリーの分野でも、実績を残している珍しいタイプのドライバーでもある。中でも、フランスのアンドロストロフィー表情レースでは、2006年までに、計11回にわたって、優勝という圧倒的な記録を残している。2007年には、ダカールラリーにも出場した。80年代から90年代にかけて活躍していた。 女性ドライバーのキャシー・ミューラーは実の姉である。また、キャシーの息子でありおいのヤン・アーチャーも2017年に WTCC にフル参戦し、アルゼンチンでは初優勝をポール・トゥーインで飾っている。また WTCC に代わり新設された WTCR にもおじいバンと共にシリーズに参戦している。リドノットフィニッシュ・ザ・レース バットアズクラシファイドアズヒーコンプリーティッドオーバー85%オブザレースディスタンス、リドノットフィニッシュザレース、バットアズクラシファイドアズヒーコンプリーティッドオーバー85%オブザレースディスタンス、現在進行中、ゲストドライバー、ありがとうございます。